皆さんこんにちは。こんにちは。目から鱗の時間です。パーソナリティのウェッジとゆみちゃんです。24時間常時放送のインターネットテレビシャナネ TV がお届けする目から鱗。今輝いている人の人生の転機のきっかけ、まさに目から鱗が落ちた瞬間を紹介し、ご覧いただいている皆さんの人生の転機のヒントにしていただく番組です。時差ボケ。時差ないやろ。どないやってんのよ。まあね、はい、うん、楽しいこともあったけど、その話はね、またね、うん、また後ほど、うん、はい、後ほど、はい、いやー、シャラナ TV を、うん、初めて番組を持ってから、さまざまなゲストさんが来ていただいて、うんうん、はい、生き方が素晴らしい方、本当に、うんうん、その中でも、うん、今日のゲストさん、ね、激烈っていう、いや本当に激烈っていう言葉がもうこの人にぴったりという、私もああいう風に人生を重ねていきたいです。うん、憧れです。いや、ああ生きるにはどう、うん、何、自分を高めていったらいいんやろかっていうような感じがしますよ ね。本当に素敵です、うん、いや、自分自身が、うん、ああ生きるためにどうしようと思ったら、うん、何から始めていくのか分からへんのよ。おもうね、前何回か出ていただいてのね、そう、まあ、今それあんまりここではあれですけど、うんうんうん、いや、その生き方をするには、うんうん、自分自身の中で何がそう突き動かしてるのかっていうその原動力、いや、ある意味ウエッジ全然いけてると思うけど、あるかな、いや、それをねちょっと聞いて、で自分で、うん、ちょっと見習わせていただく、ヒントにさせてもらおうかなと思ってね。うん、今どこに向かってるの？いや、僕は、うん、人から見て、うん、すごいなと思ってるんやけども、うん、自分自身は、うん、実は落ち着いて、うん、毎日送ってるっていうような像が理想なのよ、うん、でもウェッジから激動取ったら何も残れないけど、激動、うん、激動やわ、ほんまに。もうここでは言われへんことがいっぱいあって、めっちゃ言いたいけど言えれへん、残念よ。いや、本人しやけど、うん、普通に、うん、いや自分ではトロいなとスピード遅いなとかなんかトロ臭いなとか思ってるんやけども、ウエッジが、うん、せっかちイラチでしょ。そうなんやろ、もうなんか結構パンパンパンってやってるイメージやけどね。いや、なんか考えてどないしようかな思う前にやってもってるだけやんね。そうやな、早いと思うけどね、うんうん、まあ、危なだけやね、うん、うん、なんでそんな自分を貶めるような言葉、褒めた落ち今日はね、どうしてほしいの。自虐、OK です、自虐でしょ。そんな感じの時間になります、はい、では一旦コマーシャルです。いってらっしゃい。おかえりなさーい。はい、今日のゲストさん3回目のご登場、はい、ミセス日本の会関西支部代表っていう肩書きが新しくつきました。で、ミセス日本グランプリの第9回60代グランプリの、カレン塾 主催、はい、はい、玉村カレンさん、はい、はい、いつもカレンさんって呼んでるんですけど、名前のカレンさんにかぶって、はい、うん、カレンの人っていうのがもう、もだいぶ今温めとったらと思いますよ。もうイメージもそれ以外にないんですよ、僕。で、いつも、いや、いつも行ったら、はい、なんか雰囲気にこう包まれて、自分もなんかすでに圧倒されてるんですけど、雰囲気だけで。カレンさんのぜひ活動をちょっとここで、ね、うん、はい、そうですね、お伝えいただけたらと思います。今はどんな活動をなさってるんですか。もう何回もお聞きしてるんですけども、そうですね、はい、今さっきおっしゃった、うん、ミセス日本の会関西支部代表というのが去年と今年とさせていただいてるんですね、でそのため の、 割とイベントとか行事とかが年間通じてありますので、はい、そこを中心にやっぱり今年で終わりなんで2年ですけどね、はい、悔いのないように私なりに全力でミセス日本の会の代表としてのお仕事というかお役目を全うしたいと思っております。はい、どんなことするんですか。はい、具体的に言いますと、
もうこの放送している時には過ぎていることなんです。これ言っていいんですかね。はい、構いません。はい、はい、活動の、はいはい、6月9日に、はい、ミセス祭りという第1回の、はい、それをしてたんですね。結局ね、する予定になって、はいはい、でそこから、チャリティーパーティーっていうのが、うん、7月の18日にあります、はい、それは総楽園で、はい、ミセスが集まって、うん、そしてお客様を呼んで、はい、いろんなイベントして、それは全部チャリティーですね、はい、動物愛護とか、はい、それから、車椅子とか、はい、それからいろんな子どもたちのとこですね、恵まれないという言い方してるのかしら、はい、児童施設の方、保護施設というんですかね、はい、そういうところに寄付するということのためのチャリティーパーティーをしています、うん、それからセミファイナルというのが西日本大会ね、はいはい、これが7月の21日にあります、はい、で10月の25日には本選大会があります、はいはい、であとは清掃活動が11月の半ば頃にあります、はい、清掃、そうですね、そうなんです。大阪城を春はしたんですけど、そうなんですね、はい、秋はどうなるかまだ場所決まってないんですけど、あ、なるほどね、はい、まあ、そういうふうにいろんな行事がございますので、はい、それに関してやっぱりきちっと一つずつクリアしていきたいなって思っております。はい、取りまとめするって大変なんですよね。そうです ね、でもね、素敵なメンバーで、うん、ついてきてくれるので、なるほど、はい、いいですね。いや、カレンさんのためならみんなついていくと思います。ありがとうございます、はい、めっちゃ嬉しそう、今日いつにも増して、うん、だってね、初対面で、うん、ね、はい、初対面で会った時が、うん、僕は変な格好してたんですけど、最近ね、格好してないんですよ。そうごめんなさい。格好はね。そう。さっきも出てましたけども。そうですよね。でもすごいナチュラルか自然だったんですよ。ウエッチ。わかる。そうなんですけどね。時に。あれは言わないんですか、変な格好で。いや、別に構わないんですけど、ローザ隊のね。ローザ隊ですよね。活動してたんですけども。はい、もうさすがに、もう、今月か。うん、違う、先月、うん、還暦、はいはい、もう過ぎちゃったんで。若いわ、うん、もうさすがに足腰が。そう、踊れないの？あれ、片足ステップがあるんですね。あれがちょっときつい。卒業？いや、まだもうちょっと1曲ぐらいなら、うんうん、3曲続けてはしんどいから。いや、もう座ってても待っててもいいんちゃう、立ってるだけで。ね、このまま。ウエッチってもうマスコットはアイドル、男性で2人いらっしゃったうちの1人で、そう、もうウエッチ可愛いというか、あの時はヒゲ生やしましたしね、なんかね、ちょっと違和感ありつつ、うん、ナチュラルなんですね、溶け込んでるというか、すごい似合ってるんですよ、お衣装がね、ポジションゆるキャラやもんね、うん、よかったですけど ね、それとね、ウエッチで思い出すのは、はい、言っていいですか、はい、私が還暦の時のパーティーの時にね、うんうん、はい、こちらでもお約束した、あの時にゲストちょっとね、そうです、そうです、はい、来ていただいて、はい、でその時にもう紫、うん、後期が、うん、カラーが紫なんですね、はいはい、で上ちょっとねきちっと決めてきてくださってね、うんうん、もうすごい感激いたしました、あの時に本当にね、ウエッチだけやったん違うのかな、紫でね、全身、そうです、そうです、わざわざ、ね、わざわざ作ってくってきて、帽子もやったもんね、そうです、うん、もう素敵で、でウエッチと2人で、はい、出てきましたよね、ロコモーション、そうです、そうです、そうです、うん、あの時ももう本当に思い出の、ね、そうですね、良、うん、かったです、光栄でした、はい、もう本当楽しかったし嬉しかったです、あの時はね、ありがとうございました。いや、もう節目節目にその、喜びを共有させていただいて、はい、本当に、うん、ですよね、嬉しかったです。あ、じゃあ、あの時お会いしてるから2年前もうちょっとしたら、そうなんですかね、そうですね、あれがあの2年前のことなんで、そうですね、あの前にね、ゲストにお越しいただいて、はい、で、ウエッチにぜひエスコートしていただきたいっていうような話になって、そうです、はい、そうです、そうです、うん、そうだと思います、うん、60… そうなんですよ、ね、そうですよ、70、あの時は、紫の、タキシード、はい、自分のやつは赤い、うん、あ、今度ね、衣装着たんです。あ、もう着られたんですか、はい、そうなんです、うん、還暦もうちょっと今日7月15日なんで、ね、この放送の時にはもうすでにあるんですけど、もう着てでもう衣装もきちっと揃えてやるな、うん、あ、でも還暦パーティーとか、還暦パーティー一応ちょっと控え気味にご案内は出させていただいたんですけども、え、私に、はい、Facebook で
はい、私それ記憶ないんですね。またそれ楽屋でゆっくりお話させていただきましょうか。はい、またせっかくの金さんのお時間なので、はい、はい、で、うん、そのミセス、日本の会関西支部長が終わると、はい、ミセス日本の会、うん、日本の代表っていうもの、あ、それはなくて、全国でしてるので関西と関東と、はい、はい、そういう支部だけなんですね。はい、そうです、そうです、各支部にいます。なるほど、はい、で、それから、そのあと1年間、うん、はい、残ってるんですよね。うん、今年が2年目なんです。あ、もう今年2年目、うん、はい、あ、そうなんですね、はい、うん、それで、うん、まあ、カレンさんといえば、はい、そのラテンキラーズ、うん、ラテンキラーズ、それ言うことあります？あります。いや、もうぜひぜひ新しく、あのですね、はい、あのね、アートクラブで時々2ヶ月に1回ずつ呼んでいただいて、はい、まあ、ラテンキラーズのパフォーマンスをさせていただいてるんですけど、はい、今度新しくバンドを組んで、バンド、はい、すごい、バンド付き、そうです、あのドラムスの方がいらっしゃって、はい、でギターの子もいるので、はい、まあ、ラテンキラーズはボーカルで、はい、ということを来年ぐらいから指導していく、はい、すごい夢だったんで、私もバンドするのが。そしたら、はい、今までは、うん、まあまあ、あの CD 出した、うん、はい、オケって言いますかね、カラオケなんですけど、はい、もう生、はい、生ですよね。生ですよね。すごい、いや、すごい、はい、すごい楽しみなんです。あの、いろんなこれから話し合いするんですけど、まあ、来年からスタートできるぐらいに持っていきたいなって思ってて。ウェッチ、サックスとギターできます。あ、そうだ、ウェッチもな、あのまた応援お願いします。はい、プワー言うぐらいですけどね。いろんなこと言うなよみたいな顔で見られちゃいましたけど。でもギターは結構弾き語りを歌えるぐらい。またよろしくお願いします。まあまあ、あの、うん、できる範囲であれば、うんうんうん、またゲストとか、はい、そうですね、いろんな人と組みたいなって思ってますので、うん、あの古い歌しか歌わないんですけど、いや、それ言えば私もっと古いじゃないですか。いやいや、そんなん言わんとってくださいよ。いやいや、もうほんま、あの、平成生まれの人が知らん歌とかね、そうです、歌ってます。ウェッチ今年還暦ということは、はい、私と絵と一緒なんです。あ、そうなんですか。だってイノシシでしょ。イノシシです。イノシシですもん。そうなんですね、はい、はい、意外な接点が、意外な接点が、いや、私知らなかった、イノシシこと。あ、私が、うん、はあ、イノシシでカニ座なんで、うん、カニ座ですか、うん、突進するか横に行くかしかない融通の利かへんやつなんですよ。そうなんですね。面白い。私はもう本当突進ばっかりですけど。いや、もうほんまに、はい、チタバックせえよとかブレーキ利かへんやつやって言われますもん。あ、そうなんです。そうなんです。なんかちょっと今親しみまた持ちました。そうですか。はい、キアを。なんかちょっとね、はい、似た匂いを感じてましたもんね。はい、そうですか、うん。なんか親しみやすいですね。なんか思ったらもうすぐ、なんか言うてはったらもうやってるやんっていう感じですもんね。いや、本当に本当に。そうですね。ちょっとつ盲信でね、イノシですから、うん。ね、人生短いんで、はい、その考えてる暇ないんですよ。そうですよね。うん、はい、動きながら考えるというタイプですね。そうなんですね。はい。はい、で、うん、そのバンド活動をもう始めて、はいはい、でこれからさらにどういう展開を望まれてるんでしょうか。それはそれで一つそういう、ね、うん、はい、音楽関係すごい好きなんですね、はい、それとあと一つはね、はい、新しく来年から一個すごい楽しいっていうか楽しみなのがあるんですけど、はい、それは今秘密です。秘密なんですか。秘密っていうやつ、ね、はい、温めてるんですね、はい、もう全部絶対するのは間違いないんです、はい、でも秘密です。気になる。いや、まあ、いろんな活動されてご活躍されてるっていうのは、うん、まあ、皆さんにこうご紹介したわけなんですけど、はい、今日ね、はい、話のテーマの本題は、はいはい、それを突き動かしてるものは何かっていうところをちょっと掘り下げて話をお聞きしようかなと思ってるんですけども、カレンさんが今の生き方のこの日々の中でなんか一本心が通ってるのがすごくわかるんですね。でそれは一体何なのかっていうのをちょっとお話しいただけたらなと思ってるんですけども。そうですよね、はい、うん、何も自分で考えたことなかったんですけども、うん、あ、でも必ず何か、うん、
ちっちゃいことでも大きいことでも挑戦とか目標とかいうのは持ってます、うん、なるほど、はい、でそれに向かって日々、うん、過ごしてるんですけれども、うんうん、でも私も弱いですから、なんかへこんだりとか、うん、あっち行ったりこっち行ったりしつつ、うん、なんだろうな、やっぱり自分が、まあ、好きということ、うん、そして、うん、目標があるということで、うん、やっぱり最低自分らしく生きたいっていうのはあるんです、うん、でね、目標というか一つすごい話していいですか？あ、ぜひぜひ、すごいというものもないんですけどね、はい、私は昔から貴乃花関が大好きで、はい、で、入門からです、もちろん、はいはい、でずっと今までも行動とか態度とか性格とか、はい、もう全部好きで、はい、コツコツと自分の思ったものをまっすぐに誰が何を言われようが、すごい障害もあったと思うし、ね、いろんな乗り越えられたと思うんですけど、すごい私は直感じるんです、心、うんうん、で今すごいしんどいなって思われてるのも分かるし、うん、こんな太い柱にこうやってこう頑張ってやってるのが、私はもう目からもうこれ消えないですよね、うん、ですごい辛い時は私も一緒に辛くなったりとか、うん、最近ちょっと分かってもらったのすごいもう泣いて嬉しかったんですけども、うん、そんな風にやっぱり貴乃花の生き方っていうのを心に入れながら、うん、私も何かあった時は人は一本筋通ってるし、うん、自分の道を全うというか、これからも貫く人なんで、相撲道ではなく私はカラーなんで、カラー道っていうんですか、うん、いつもなんかしんどなった貴乃花はどうだろう、貴乃花 の立場だったらとか、うん、そんな思ったら全然楽やしっていうのがあって、それは私は一人言いますけどね、心に。でなんか落ち込んだ時とか、何かの時に貴乃花を思い出したりとか、貴乃花だったらとか、勇気もらってます、それはあります、うん、各イベントとかで、うん、はい、まあ、2年前、うん、はい、以上の前、うん、はい、2年前ぐらいまで思ってたのは、はい、イベントの時に、はい、こう、うん、節目の時に会うじゃないですか、はい、だからそのために、うん、どれだけ頑張ったかっていうのが、うん、そのイベントの時にひしひしと伝わるんですよね。そうなんですか。結構、まあ、いや、はい、いろいろ考えてきてるし、うん、いろいろ、まあ言ったら練習もしてきたんやなっていうのをすごい分かるんですよ。あ、イベントっていうのは。そうなんです。例のあれですか、はい、アカデミー賞、はい、アカデミー賞も、でもね、アカデミー賞はまだ楽です。楽というか、うん、なぜならば好きだから。ああいうことです、まあね、なんていうの、エンターテインメントというかね、パフォーマンスとかね、うん、そういうのすごい好きなんで、でも私ともう一人二人でやってるんで、はい、もう交渉ああしょって言って、うん、でもね、半分はその楽しさがあるからできるんです ね、それよりも古希の時にはちょっと自分で、うん、こう、はい、何人かっていうのをきちっと決めてたんで、うん、それが来てくれるかどうかっていう方が、ね、一人で大変でした、はい、お料理持って、テーブルウェアもすごい素敵でしたもんね。あ、はいはいはい、うん、まだ持ってます。私は持ってます。うわ、うん、ありがとうございます。紫のね、うん、はい、はい、その時の方が覚悟と、そうですね、信念と覚悟と勇気といったと思うんですけれども、うん、まだ毎年のね、例のアカデミー賞、はい、あれはちょっと楽しみながら、でも今から2人で考えて、もう決めてます、何をするかっていうの、もちろんそれも努力します。努力するの大好きなんです。それがあるかもしれないですね。努力はもうやっぱり、努力しないと私はやっぱり人についていけないと思ってたのがあって、ちっちゃい時から努力というのは大好き でできる限りのことはするという覚悟もあります、ね、はい、でそれで、うん、苦しかったっていうような、努力してね、しんどかったっていう顔が全くないところが素晴らしいと思って、はい、いつも、楽しそうですもん。ニコニコして、うん、私これだけ頑張ってこんなことができるようになったんです、うん、見てっていうような感じの笑顔なんですよ、はい、いつも楽しそう。あ、そうですか、うん、じゃあもっと言いますね、はい、私すごい楽しいんですっていうのはね、はい、過去すごいことがあったから。その過去のことは、うん、ちょっとホームページにも書いてますけど、うん、夫が
下の子生まれてすぐ倒れたとか、それからあの七人で2人の子育ててきたとか、その間にはあの2人の子の思春期の時にいろいろあったんですよ。登校拒否とか、あのいじめとかね、それからもう自殺願望とかね、そういうようなことを比べた時になんと幸せなんだろうっていうのも日々感じてながら、でそして自分がやっぱり抑えてた分がパッとこうある時から解放できることができて、でまあどんどんと前に行くこともできたんですけども、このな快感もあるし、そんなこと思ったらすごい今幸せですね、本当に。だからでしょう、ニコニコしてるのは楽しいですから、はい、笑って生きてる人ほど強いものがないんですよ、っていうのも何がその裏にあっても、笑顔で生きてるとこの人は幸せなんだって見えるじゃないですか。そしたらあ、太刀打ちでけんなって思うんです ね。なので僕はあのヘラヘラあのわけわからずいつも笑ってます。いや、めっちゃそれそういうんじゃないでしょ、ちゃね、そんなふうに言ってはりますけど、もうすごい努力もされてますしね、いろんなこと私会ってない間にすごいいろんなあの変わられてるというか、範囲も広げられてるし、上がってらっしゃるし、また若いからびっくりした、還暦と思えへんかった。いや、そうですか、還暦若いんや。いや、50ぐらいと思ってた。いや、ずっと年取ってないんだな。いや、そんなこと。いや、びっくりした、60ですか。そうです。いや、ほんまそれをびっくりした。もう先が見えてきたなと今思って、まだまだこっからや、おかしい、うっち、でも、本当ね、周りの人の身近な人で、目標っていうか、後ろを追いかけていきたい人の筆頭なんですね、カレンさん、もうなんか今日すごい、天にも昇る心地浮かれてる、うっち浮かれて浮かれてですよ。いや本当に、でも私もね、褒められたのいる子なんで、どんどん褒めてほしいんですけど、はいはい、ちょっといい節目的なところが今来てるんですよね、あの自分自身でも、これからちょっと新しいことも始めようか、で挑戦していこうか、まあちょっと還暦を機に大きく羽ばたくにはどうしたらいいかっていうところで、カレンさんに来てもらってちょっと会いたいなと思ってちょっとお声かけしたっていうのは、もう一回鞭を打っとかなあかんなと思って、そのためにはカレンさんの顔を見るのが一番いいなと思って、本当にね、久しぶりに呼んでくださって、私もすごい嬉しかったです。ちょっとね、ご無沙汰というか、お互いに、忙しいのでね、ちょっとご飯食べましょうかっていうにもちょっと距離が離れてたりするので、あれなんですけど、今度またね、神戸あたりでね、いや本当にね、お誘いもらったことないの、あらこれから ね、いっぱいお誘い来ると思います。いやもう、これからも、いやもう誘いしてください。神戸あたりでうろうろしてますんでね、今、もう本当によろしいです。新しい企画にもぜひカレンさんにも絡んでいただきたいものがございますので。そうなんですよ。そうなんですか。そうなんです。いや、絡ましてください。放送の収録とパーティーを、合わせてやるやつをしたい。後ほどまたカフェでゆっくりお話させていただければと思います。とりあえず一旦コマーシャルしたいと思います。いってらっしゃい。いってらっしゃい。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や一日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、おかえりなさーい。おかえりなさい。はい、本来ならここで、PR タイムなんですけども、まあ、カレンさんね、人にこう喋ってもらうっていうのもおこがましいので、せっかくね、もったいないことになんかいろいろ質問してくださいともおっしゃっていただいたので、で実は、今日カレンさんに来ていただいた一つの目的は、これからいろんなことをしようと思うんですけども、カレンさんの、お力っていうあれじゃないんですよ、その笑顔のパワーをお借りしたいなと思って、私がちょっとなんかこう人が集まって楽しいことやろうと思う時にお誘いしようかなと思って、そういうこともご相談させていただくのに来ていただいたっていうことなんで、まあ、パーティーと、こうやって収録してるんですけど、これ収録して、お疲れ様でしたっていうのもあれなんで、
収録しながら、はい、こう出演者の方がこう交代交代出演していただいてパーティーもしてるっていうような感じにしたいなっていうのがあって、はい、パーティー会場で収録するっていうのをやろうかな。素敵です ね。楽しそう。でそういうのをこう、まあ、企画したり、うん、まあ、例えばボンジョルヌーボー、うんうん、入ってきたボンジョルヌーボー飲む会をしながらあの収録するとか、うん、それだったら、うん、私お酒飲めないんで、はい、あ、そうですね、抹茶に和菓子でお願いします、はい、あ、それしましょうか、はい、素敵ね、え、自称コシアン会長なんで、そうそう、コシアンなんです、ね、コシアンとつぶあんの話で前すごい盛り上がって、盛り上がってましたね、はいはい、もう相変わらずコシアン会長、コシアンなんです、ね、はい、あの和菓子屋さんも面白い、思い出した和菓子屋さんも親しい友達に言いますんでね、うん、あ、それはいいですね、うん、はい、あの和菓子協会のあのなんか青年部の部長やってる、はい、そうなんですか、はい、はい、よろしくお願いします、カレツボは流行らないな、でもそうなんや、あ、それも楽しいですよ、そうですね、あのカンカンガクガク、ね、なぜツボなのって言いますからね、ツボ、ね、美味しいですよ、まあね、ですよね、ツボ派です、あ、じゃあ今ここでもできます、できますよ、はい、できますよね、この前もあの前ね FM 局呼んでいただいた時に帰りの電車の中でつぶあんとこしあんの話がすごいすごい盛り上がりました、そうですか、はい、いつでもやるんですよ、私、そうね、はい、由美子さんと3人でね、あ、そうですね、そう、楽しかったです、はい、で今度、なんか、うん、そのミセス日本グランプリの募集とかそんなんなんか、はい、あ、募集はね、はい、10月末にそれ終わるでしょ、また、はい、で11月1日からまた始まる、あ、また始まるんですね、13回今第12回なんで13回が始まります、スタートします、募集します、またそれも楽しみなんですよね、楽しみですね、ウェッジまたあのチャリティーパーク行ってください、はい、ね、わかりました、お忙しいと思いますけど、はい、いえ、もう忙しいはないんですけどね、はい、それと、うん、なんかカツラメイクアップデザイン専門学校のなんかカラーレッスンやられてるっていうのは、はい、それはどんな感じのことなんですか？あ、それはあの堺で、うん、新しくスクール、メイクアップのスクールあるんですけど、はい、そこの中で、はい、あのカラー あのレッスンをそうやられてるんですね、はい、あの、あ、なるほど、それの生徒も募集、生徒さんも募集中ですので、はい、よろしくお願いしますね、はいはい、で玉村カレンさんの Facebook、はい、活動見たい場合には玉村カレンで検索してください、はい、よろしくお願いします、話したいことがめっちゃいっぱいあるんですけどね、はい、もうそろそろお金の時間がやってまいりました、ね、はい、今日はどうもありがとうございました、ではさようなら。僕は君の、僕は君の、僕は君の大人のおもちゃさ。